のオンラインショッピング、非接触型決済用アプリケーションソフトウェアである。2015年9月の Google i、O にて Google Pay の前身、Android Pay がアメリカ合衆国でリリースされた。2018年2月に、非接触型決済システムの Android Pay と、オンラインショッピング用決済システムの Google Wallet が統合され、名称が Google Pay に改名された。 販売者側が Google Pay API for Passes に申し込んでアクセス権を付与され Google Pay API for Passes m ン r c ン a n アカウントを作成することでこの API を使用してポイントカード、ギフトカード、クーポン、登場券、イベントチケット、交通機関の乗車券をユーザーが使用できるようにできる。二0十五年九月十一日アメリカ合衆国にて Android ペイサービスを開始。2018年2月、アンドロイドペイサービスと Google ウォレットが Google ペイに統合された。2018年3月23日、音声 AI アシスタント、Google アシスタントと Google ペイを使った個人間の送金が可能となり、まずはアメリカ合衆国のアンドロイド及び iOS の Google アシスタントで可能になった。2018年7月10日、 アメリカ合衆国にて、個人間送金サービス、Google Pay 先導を決済サービス、Google Pay に統合し、Google Pay で個人間送金を可能にした。2018年10月9日、日本版で Google Pay トークンサービスモバイルペイメント規定に基づくクイスペ、ID 決済に対応した。2019年11月14日、日本版で一部のビザデビットカードを Google Pay に登録することで NFC インブコンタクトレス使用によるビザのタッチ決済が Android スマートフォン上で利用可能になった。2021年6月30日新型コロナウイルスのワクチン接種証明書を保存、表示が可能になった。2021年7月かざすだけで通信する NFC で Google Pay の残高を支払える仮想カード Google Pay バランスの展開が アメリカ合衆国でスタートした。日本向け仕様の GooglePay はフェリカ決済、お財布形態が利用可能なことが特徴である。基本的には日本向け仕様のスマートフォンにお財布形態機能を搭載したもので利用可能となる。ただし日本国内でも GooglePay を利用した NFC、インブコンタクトレス仕様による決済も可能となっており、 この場合はお財布携帯機能を搭載しないスマートフォンでも利用可能である。日本では Android Pay として2016年12月よりサービスを提供開始した。当初は楽天エディだけの対応であった。日本でのサービスは Android Pay に引き続きお財布携帯機能をベースとしたものであり、クイーンスペもしくは ID 対応店舗でのクレジットカード決済並びに スイカ7個、楽天エディワオンでのプリペイド決済に対応する。なお、Google Pay 上のスイカは、Google Pay 独自仕様により提供されるものであるため、お財布携帯対応機種で、モバイルスイカにより提供されるものとは、機能や仕様が一部異なる。Google Pay トークンサービスモバイルペイメント規定に基づく。2018年10月9日に Google Pay によるクイスペ、クイスペ決済を、 提供開始した。当初は登録可能なカードイュアは、キアッシュ、ジャックス、JCB の3社だけであった。また同様に、Google Pay による ID 決済が開始された。クイスペ、ID 決済のいずれも、Google Pay トークンサービスモバイルペイメントにより実現されている。そのため前景の同規定が適用され、Google Pay に登録したクレジットカードが、 当該スマートフォンの盗難、紛失などにより不正使用された場合は、保証の対象外となる場合がある。また、日本仕様のスマートフォンに、搭載のお財布携帯機能により提供されるクイスペ決済、ID 決済機能とは、機能や仕様が一部異なる。プリペイド型クイスペクレジットカードキシペイ、デビットカードプリペイドカード ID、クレジットカードデビットカードプリペイドカード NFC、 イングコンタクトレスに登録できるカードは2020年3月現在以下のデビットカードのみである。アップルペイのようにフェリカと二重登録可能なカードは存在しない。ビザのタッチ決済、デビットカードその他アンドロイドペイ時代より引き継ぎ、様々な店舗のバーコード式ポイントカードについてカード番号を入力、登録することによりポイントカードとして広角式読み取りが可能となる。 一般のバーコード規格のものであればほとんど対応可能であるが QR コードその他特殊なポイントカードや磁気式ポイントカードには対応できない。また店舗によってはこのウォレット式のバーチャルポイントカードの利用を認めず物理的ポイントカードもしくは店舗専用アプリ上のバーチャルポイントカードの提示を求める場合もある。以下のサービスは Google Pay への対応が プレスリリースとして発信されているもの、またはホームページに記載されているものである。Google Pay API for Passes を使用することで、Google Pay ユーザーはクラウドにアクセスできる Android 搭載モバイル端末で保存済みの搭乗券を表示したり使用したりできるようになる。このユーザーには利用予定のフライトの最新状況を知らせる通知が送信される。ここでは、 Google Pay に統合される以前の Android Pay の特有事項について記載する。日本版の Android Pay は日本向け以外の使用のスマートフォンに搭載されたお財布形態をベースとする専用版であり、日本向け以外の他国版の Android Pay やお財布形態機能を搭載しないスマートフォンとの互換性はない。Android 4.4以降の機種が必要である。決済に利用する場合は、 近距離無線通信とハスに対応している必要がある。また、日本の電子マネーを利用する場合は、お財布携帯機能を搭載している必要がある。対応サービス日本向け使用以外のスマートフォンにおける非接触型決済では、NFC、イングコンタクトレスによるものが主流であり、以下のサービスが利用できる。Google Pay アプリから以下のチケットを購入することができる。 アメリカ合衆国オーストラリアグーグルウォレットは手数料無料でモバイル端末や PC から送受金を行う Google が開発した P2P 電子決済サービスであるインストール後にアカウントと既存のデビットカードまたは口座に接続しアプリまたは Gmail 経由で利用する2018年2月に Google Pay に統合されている送金時には対象のメールアドレスまたは 電話番号を入力し、受信側が引き出す際には口座に、その電話番号やメールアドレスをリンクする必要があるが、アカウントを持っている場合は直接アカウントに入金される。アカウントが作成されると、2つの銀行口座に接続できる。Google Play か App Store で無料でダウンロードした後、管理用暗証番号4桁を設定する。利用者には課金されず、 入出金限度額がトランザクションや一定の期間内に設定されている。以前はデビットカード使用時に2.9%の手数料を貸したが2016年5月2日に撤廃した。振り込みがあれば即利用可能であり、アカウントと口座が接続されていれば ATM からその場で引き出せる。引き出し時にも勘定額が即座に反映される。 AB Google Pay アプリをインストールしていない、お財布携帯対,対応スマートフォンでも、モバイルスイカ、クイスペや ID の決済機能は搭載できる。詳細は、各端末等の使用を参照のこと。スマートフォンに登録できる、スマホデビットカード等の多くは、同様に、Google Pay トークンサービスモバイルペイメント規定が、適用され同様に保証の対象外となる。 各銀行ごとのバーチャルデビットサービス規定のうち、Google Pay トークンサービスモバイルペイメント規定を参照のこと。ただし、すべての銀行の JCB デビットカードが対応しているわけではない。また、銀行によってはバーチャルデビットカードとして提供する場合もある。ABE 端末によっては対応しない、または対応時期が1 0円したものもあった。ありがとうございます。